ヒドラとは、四方動物のうちヒドロム無ナの花倉モクヒドラ科に属する炭水産の無脊椎動物の総称である。または広くヒドラア目のものを指す場合もある。あるいは、ヒドロムシズナの動物でポリップがよく発達するものについて、そのポリップのことをまとめてこう呼ぶ場合もある。最後のものについては、ヒドロムシを参照。この項では、 ヒドラカヒドラ族の動物について扱う。ヒドラカの動物は、細長い体に長い触手を持つ、目立たない動物である。これらは、炭水産で軍隊を作らず、浅い池の水草の上などに生息している。体は、細い棒状で、一方の端は細くなって、小さい足番があり、これで気質に付着する。他方の端には、口があり、その周囲は、 狭い円錐形の口盤となり、その周囲から6から8本程度の長い触手が生えている。体長は約1センチメートル。触手はその数倍に伸びる。ただし刺激を受けると小さく縮む。触手には四方という毒針を持ち、ジンコなどが触手に触れると麻痺させて食べてしまう。全身は透明がかった褐色からやや赤みを帯びるが、 体内に緑層を矯正させ、全身が緑色になるものもある。足盤で固着するが、口盤と足盤を昼の吸盤のように用いて、ゆっくりだが移動することもできる。暖かな季節には、親の体から子供が出荷することによって増える。栄養状態が良ければ、円筒形の体の中ほどから横に小さな突起ができ、その先端の周辺に触手ができて、 それらが次第に成長し、本体より一回り小さな姿になったとき、器部ではずれて一人立ちする。場合によっては、成長段階の異なる、数個の子を持っている場合もあり、これが複数の頭を持つと見えることから、その名の元となったギリシア神話のヒドラを想像させたものと思われる。また、強力な再生能力を持ち、体をいくつか握っても、 それぞれが完全なヒドラとして再生する。有性生殖では、体の側面に卵巣と生巣を生じ、受精が行われる。クラゲは形成しない。一般に、ヒドロム種類では生殖巣はクラゲに形成され、独立したクラゲを生じない場合にもクラゲに相当する部分を作った上で、そこに形成されるのが通例であり、ヒドラの場合にポリップに形成されるのは極めて異例である。 飼育が容易であり、発生生物学の分野では、細胞文化のモデル生物として研究されている。ヒドラ族とエヒドラ族の2族がある。エヒドラ族のものは、体の基部近くが柄として区別できる。ヒドラかハイドラシヒドラは、いわゆるヒドロムシの代表的なものに取り上げられるが、その構造の特殊性とともに、淡水性であることでも特殊である。 これ以外の種はほとんど全てが海産種である。ヒドラ科以外の淡水産の種としては、クラバ科の枝ヒドラ、モエリシア科のヒルムシロヒドラがある程度である。ありがとうございます。